アクターネットワーク理論は、社会科学における理論的、方法論的アプローチの一つである。社会的、自然的世界のあらゆるものを、絶えず変化する作用のネットワークの結節点として、扱う点に特徴がある。しばしば、アントと略称される。ブルノラ・ラトゥール、ミシェル・カロン、ジョン・ローラが提唱しており、その羊は、科学社会学。 科学人類学にあるが、アントの影響は、社会学や人類学に留まることなく、とりわけ2000年代以降は、経営学、地理学、組織論、会計学、社会心理学、教育学、歴史学など、社会科学全般に広がるとともに、哲学や建築学、アートなどに幅広く及んでおり、アントは21世紀における、 人文社会科学分野で最も大きな影響力を持つ理論の一つになっている。アクターネットワーク理論では、社会的、自然的世界のあらゆるものを絶えず変化する作用のネットワークの結節点として扱う。このエージェンシー以外に、研究上の前提とされるものは何もない。ある社会的な現象に関わる要因は、すべて同一のレベルにあり、アクターを外部から拘束する。 社会的なものが想定されることはない。アントによれば、社会的な力それ自体は存在しないため、社会現象を説明するために用いることはできない。したがって、社会現象を説明するのではなく、記述するために経験的な分析を行うべきであるとされる。何らかの社会的なものの概念を持ち込むことはできるが、それはあくまで抽象的な理論的概念としてのみで、あり。 世界の変化を説明するものではない。アントの主張で最もよく知られており、そして物議を醸してもいるのは、人間以外のものがシステムやネットワークに参与する能力を有しているという主張である。他方で、アントは従来型の社会学、とりわけピエール・ブルデュー・リュの批判社会学に対する有力な批判としても知られる。アントは、 科学技術社会論を専門とするミシェル・カロンとブルノ・ラ・トゥール、社会学者のジョン・ローなどによって展開されており、もっと専門的には物質記号論的方法として記述されることもある。これはアントが同時に物質的かつ記号的である関係をマッピングするものであることを意味する。アントは物事の多くの関係が物質的かつ記号論的であると仮定しているのである。 大まかに言えば、アントは、出来事やイノベーションに対する、本質的な説明を避けるという点で、構築主義的アプローチであると言える。アントによれば、ある理論の成功を説明するには、その理論が真実であり、他のものが偽であると言えば良いのではなく、むしろ、それを成功させる、諸要素の連関を理解することが欠かせない。同様に、アント自体も、また守備一貫した理論ではない。アントは、 S, S のメソドロジーに習い、人々が用いる、様々な用語やその根底になす過程に鋭敏になるのを助ける戦略として機能する。アントは、その明確な物質記号論的アプローチによって、他の科学技術論や、社会学的ネットワーク理論とも区別される。むしろ、アントのアプローチは、他の物質記号論者と関係がある。アントは、特定のバガマクロ またはミクロであるかどうかを仮定することなく、ネットワークの語を用いるが、これはトゥルーズと語りのリゾーム概念によく似ている。ラプールはアントを悪ンリゾーム存在論と解消することもやぶさかではなかったとしている。アントは理論と呼ばれているものの、ネットワークがなぜまたはどのようにその形をとっているのかを説明することはない。むしろアントはネットワーク内の物質、 記号的連関を徹底的に記述するための方法である。アントとは何にでも適用できる理論ではなく、むしろ方法であり、ハウツーものなのである。アントが誕生したのは、1980年代のパリ国立高等工業学校のイノベーション、社会学センターであり、そのスタッフとしてミッシェルカロンとブルノラ・トゥールが在籍しており、客員にジョンローもいた。 1984年に、ジョン・ロートピーター・ロッチが協調で表した、サイエンス・フォー・ソーシャル・サイエンティスツは、知識の増加と体系化アクターとネットワークの相互作用によって分析し解釈できることを示す、初期の恒例である。当初は、科学技術における革新と、知識創造のプロセスを理解する試みで始まったこの、アプローチは、科学技術社会論における既存の成果や、 トーマス・ヒューズラの大規模技術システムの研究、さらにはアルジルダス・ジュリアン・グレマスの記号論、哲学者のミシェル・セール、アナール学派などといった様々なフランスの知的資源に基づいていた。アントはフランスのポースト構造主義、とりわけ、非基礎的で複合的な物質、記号論的関係への関心を反映しているように見える。ただし、他方でアントは、 ポスト構造主義に影響された他のほとんどのアプローチよりも英語圏の学術の伝統に遥かに深く埋め込まれていた。アントが主に英語圏でなされてきた科学技術社会論に根ざしていたことは、定性的で経験的なケーススタディを通した理論の展開に強いコミットメントを示していたことからも伺える。大規模技術システムに関する米国内の研究とのつながりは 大規模な技術開発について、政治的、組織的、法的、技術的、科学的要因を含めて平等に分析しようとする意欲に反映されていた。翻訳の概念などアントの特徴をなすツールの多くは、科学技術のイノベーションをマッピングするために開発されたサイエントメトリックツールとともに、1980年代に主に CSI とその周辺で生まれた。 1980年代後半のアントの最先端はラトゥールの1987年のテキストである科学が作られている時に見ることができる。1990年頃以降、アントは科学技術社会論を超えた幅広い分野での分析ツールとして普及し始めることになった。例えば、組織分析、情報学、健康研究、地理学、フェミニズム研究、 経済学などでの展開が見られた。とりわけ、2005年にラトゥールによるアントの初の入門書である社会的なものを組み直すが刊行されて、以後はその濃淡の差は、あれども社会科学の多くの研究はもとより、哲学や建築学、アートなどでも幅広くアントが参照されるようになった。2007年にはタイムズハイアーエデュケーション社による 人文社会科学分野の非引用回数ランキングでラトゥールがベスト10入りした。アントの関連論文数も2007年の年間1510件から2017年には年間5520件に達するなど、アントは21世紀における人文社会科学分野で最も大きな影響力を持つ理論の一つになっている。ありがとうございます。